説明できそうな気がする。みんな理由があって一緒にいて、理由があって別れる。でも俺が君といるのは理由じゃない。この現象なんと呼ぼう。長く一緒にいる中で僕に出会った理由もなくて、逆に離れる理由がたくさんあったのに、僕らが渋谷にいる。これを逆説的に運命と呼んでいいのではないか。だとすると運命はまさかの偶然と兄弟なのかもね。むしろ